ミスタードラゴンズ立浪和義が監督に就任し、新しく生まれ変わった2022年のドラゴンズ。しかしファンの期待とは裏腹に、課題の打撃はすぐには改善されず、チームは下位に沈みました。一方で若手が躍動し、来年以降に向けてチームは変わろうとしています。そして2023年に飛躍するために血の入れ替えは必須でしょう。実績のある選手であっても戦力外の対象になりかねません。今年中日の戦力外候補と言われている5人の選手を紹介します。大野翔太。大野翔太は2022年で35歳になるベテラン捕手です。中日には日ハムから2017年のオフに FA で移籍。当時の中日は谷繁元信の引退以来捕手が弱点だったため、大野は正捕手として期待されました。しかし十分な結果を残せず、2018年から2020年にかけて出場機会が徐々に減少。そして大野が二の足を踏む間に木下が正捕手の座を勝ち取りました。2021年はオリンピックによる休止期間のエキシビジョンマッチから出場。しかし打率1割4分3厘と目立った活躍はできずに、すぐに登録抹消となります。2021年も戦力外候補と噂された中で継続して中日と契約。高額の年俸を払い、FA で獲得した選手を球団は簡単には切れなかったのでしょう。2022年の大野は、怪我で登録抹消となった桂に代わって8月上旬からベンチ入りします。しかし出場試合数は8試合のみ。打率は2割9分4厘と、2021年と比べると数字は残していますが、中日での通算打率は2割を切っており、来季の戦力構想に含まれるかは微妙なラインです。現在の中日のキャッチャーは年齢順に大野、桂、木下、山下、マルチネス、郡司、石橋、宮の8人。山下、マルチネス、郡司は2022年にチームの方針で他のポジションにコンバートされました。そして中日の正捕手は来年も木下でしょう。木下は長打も期待できる捕手であり、2022年も6本のホームランを打っています。捕手としては特にフレーミングに優れ、2020年と2021年には連続で最優秀バッテリー賞を受賞しました。石橋は高卒4年目、宮は高卒新人の若手選手です。特に石橋は首脳陣からの期待が大きく、木下の不在時は大野よりも優先してスタメン起用されました。そして怪我で離脱するまで大野の前に控えの捕手として起用されていた桂は31歳と大野よりは若い選手です。年齢や成績を考慮すると大野は戦力外候補となるでしょう。それでも大野は日ハムではゴールデングラブ賞を受賞した実績のある選手です。引退が本人の意思に委ねられている可能性もあります。また戦力外になったとしても攻守としてチームに残るかもしれません。岡田俊也。侍ジャパンに選ばれた実績がある岡田俊也も戦力外候補の一人。岡田は2010年にドラフト1位で入団した中日の生え抜き選手です。高卒4年目の2013年から出番が急激に増加し、リリーフと先発を行き来しながら2015年に防御率 1.57 を記録。2016年の後半には勝ちパターンに定着します。そして2016年のオフに WBC の日本代表に選出されました。その後も順調にキャリアを積むと思われた岡田でしたが、2017年は血行障害の治療に専念し、シーズンを棒に振ります。2018年に復帰しますが、調子が安定せず、防御率は 5.06 とキャリアワーストに。2019年はオリンピックの予選で離脱したライデル・マルチネスに代わって抑えで起用されます。セーブを失敗する場面が目立ち、防御率は 3.58 と抑えとは言い難い成績でしたが、最終的に13セーブを記録しました。そして2020年、2021年は急激に成績が悪化。制球難に苦しみ、1イニングあたりに出塁した走者の数を表すウィップは 1.7 台、防御率は4点台後半と、侍ジャパンに選ばれた時とは別人のような投球内容でした。
2022年は先発に転向しますが、成績は振るわず、2試合の先発登板で2敗。6月11日の日ハム戦では、1回3失点で KO され、イニングを稼ぐこともできずに登録抹消されます。ファームでリリーフに戻り調整を続けましたが、一軍に再登録されることはありませんでした。岡田とは対照的に、中日一軍の中継ぎは盤石。勝ちパターンの清水、ジアリエル、ライデルに加えて、実績のある祖父江や火消しに特化した谷本など、リーグ屈指のリリーフ陣です。ビハインドも防御率2点台の森や、ロングリリーフもできる藤島と山本、投手転向した根尾と期待の若手がずらり。ファームでも防御率 3.77 の岡田は入り込む余地がないでしょう。岡田は今年で31歳。2022年のオフは岡田にとって厳しい冬になるのではないでしょうか。平田良介。龍の主砲として暗黒期の中日を引っ張ってきた平田良介。ベストナインを受賞した経験もある平田は、2020年頃から成績が低迷し、スタメンに名前が上がらなくなりました。平田は2006年に大阪桐蔭からドラフト1位で中日に入団し、早くから頭角を現します。高卒2年目の2007年の日本シリーズで決勝打点を挙げると、2008年、2009年は主に代打で起用され、2011年に中日のスタメン外野手となりました。2015年と2017年には侍ジャパンにも選出され、俊足と強肩を併せ持つ中距離打者としてリーグを代表する選手に成長。2018年には打率3割2分9厘、9本塁打、55打点と一番打者として申し分ない成績を残しましたが、2019年は怪我で出場機会を減らすと、2020年は打率2割3分5厘と不振に陥りました。続く2021年は体調を崩し、胸が圧迫される異形狭心症を発症。一軍での出場は21試合にとどまります。年俸は1億5000万円から3000万円に大幅に減少しました。2022年は戦線に復帰し、主に代打で出場しますが、打率2割、1本塁打、10打点とやはり寂しい成績です。中日の外野には不動の大島やニューフェイスの岡林、鵜飼、外野手に転向したアリエルなどが主に起用され、平田はその控えに甘んじています。2000本安打の期待がかかる大島を除いて、来年も若手を積極的に起用するでしょう。平田は現状中日の代打の中では長打を期待できる選手ですが、今年で34歳のベテランで病気の心配もあります。平田は異形狭心症を公表した際に、いつになれば気にせず野球ができるのか、自分自身も野球がしたい、そして皆さんの前で平田良介の野球を見てほしいです、この謎の病気が早く良くなるよう皆さんも祈ってくださいと心中を吐露していました。来年もファンは平田のプレーを目にできるのでしょうか。福谷浩二。2021年の開幕投手である福谷浩二も戦力外候補に名前が挙がります。教授の愛称で親しまれる福谷ですが、2022年は苦しい登板が続きました。2013年に中日にドラフト1位で入団した福谷は、最速157キロの剛速球を武器に、2014年にセットアッパーとして活躍し、リーグ最多の72試合に登板します。しかしその後は制球難に苦しみ、チーム事情から登板は続けたものの、防御率は4点台や5点台を連発。2019年に当時の首脳陣から先発適性を見出され、2020年に本格的に先発に転向すると、8勝2敗、防御率 2.64 を記録。力をセーブして投げるようになったことでコントロールが良くなったそうです。しかし2021年はローテは守ったものの、5勝10敗、防御率 4.53 と不本意な成績に。シーズン中にフォームを作り直す、配球を変えるなどの努力を惜しみませんでしたが、投球は不安定なまま。2022年も痛打される場面が目立ち、5試合の登板で1勝3敗、防御率 9.00 と復活の兆しは見えません。
6月25日の阪神戦では4回9失点と大炎上し登録抹消。ファームでも5回5失点の厳しい投球内容で、この結果には2軍の片岡監督も、配球か球のキレなのか何かを自分で変えないといけないと奮起を促しました。現在の中日先発陣はエース大野を中心に小笠原や高卒2年目の高橋が好投を続けています。今年はやや物足りない成績でしたが、柳も規定投球回をクリアし、松葉が中5日で試合を作る働きを見せました。来年以降は2022年に登板機会を増やした高卒2年目の上田や先発転向がささやかれる根尾にも期待がかかります。一軍ローテの椅子は福谷からさらに遠ざかるでしょう。浜田達郎は2013年にドラフト2位で中日に入団。最速147キロのストレートと110キロのカーブを駆使した緩急が武器の投手です。福谷と同期で入団しましたが、残念ながら福谷と比べても目立った実績はなく、度重なる怪我に苦しんでいます。高校時代の浜田は大谷翔平や藤浪晋太郎とともに高校ビッグスリーと呼ばれていましたが、プロ入り後はプロのバッターに苦戦。2014年は初登板が初完封を達成し5勝3敗、防御率 4.07 と高卒2年目としては素晴らしい成績を残します。しかしオフに左肘の靭帯の怪我が発覚し、2015年は制球が定まらず4登板で3敗、防御率 7.47 と苦しい投球でした。2016年は1登板のみで4回7失点の背身投球をした上に左腕を故障、シーズンオフに育成契約になりました。さらに2018年には血行障害が発覚し再び治療に専念。2020年は支配下登録を勝ち取りましたが、7試合にリリーフ登板して防御率 6.75 とまたも結果を残せませんでした。そして2021年に右足の靭帯を損傷し2度目の育成契約を結びます。浜田は2021年の契約更改で、契約してもらえてチャンスをいただけた、春のキャンプで全開でスタートダッシュを切りたいと語りましたが、2022年は4月にソフトバンク2軍との試合に出場した以降ファームでの登板もなし。浜田は2022年で28歳の10年目、球団も我慢の限界でしょう。以上、中日の戦力外候補5人を紹介しました。来年は立浪ドラゴンズの2年目、若手が躍動している中日は飛躍の年になるはずです。戦力外通告は選手にとっては非常な通達になりますが、中日のフロント、首脳陣による選手の入れ替えはファンの注目を集めるでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。